ねえ、君も最近光を浴びてる？レシピの皆さん、おはようございます。本日の紹介したいのは、あなたの光を見つけてということですね。あなたの光は何でしょう？まあ、最初はもしあなたは自分今光ってるかどうかね、これをちゃんと概要欄の下のコメントに書いてください。これちょっとみんなに聞きたいんですが、または僕はいろんなソーシャルメディアやってますので、もしよかったらこちらに登録してね。そしてこのチャンネルにも僕はいろんなものを上げていますので、まあ大事業者対策とか上げてますので、もしよかったら高評価登録と友達シェアしてください。通信バッグも忘れないよね。やっぱりヒルシェイパーの皆さん、こういうことはね、自分はこう光るっていうことはね、ものすごく大事ということですね。どちらかというと、あなたはその輝きは自分の目からね、映すということ、まあ、放つという時には、あなたは実際の自分のまあ幸せというか、他の人にもあげるということですね。でもしあなたはその幸せなの、そのピカピカ感ね、こう自分の目から放つと、まあ、それがね、こうね、感染化になるというか、他の人もあなたにその自分の幸せを与えるので、それはすごく、ね、プラスプラスになるんですけれども、で、実際はそうではなかった僕は結構あったんですけれども、もし君もずあったんですが、僕は例えばね、小学生の頃僕の先生が言ってるのは、君は一生、まあ、掃除するよって、いつもその掃除人みたいなね、清掃人として清掃係の人でずっと仕事するよって僕に自信に言われた、この人は。で、もしあなたはこういう人はね、誰かこういうものを聞いたりしたことはある、真下概要欄で書いてください。コメントしてください。どちらかというと、まあこれやったらこそ僕はずっとバッシングしたね。自分の先生からみんなにバッシングしたからこそ、自分のモチベはそっから僕に聞いたら、もうあなたに聞いたらね、当初ね、もし誰かにあなたに、はい、あなたは一生清掃係になるよって、まあ先生がもう本当に目の前の目にパチッと見たら、それを言ったら、あなたは1から10、どっちになるかというと、当初僕は0か。まあそのマイナスにも、マイナス100とかになったというか、ものすごく、まあ、もうね、挫折的な感情というかだったんですけれども、ものすごくね、もう肝にまで行ったんですけれども、すごく肝も痛いし、というのパターンにもあったんですけれども、で、当初僕は対人恐怖症というの人もあったんですが、どっちかというともう先生から他の人にもいじめられて、まあ、15年以上ですけれども、でもしあなたは同じね、対人恐怖症の人だったらね、まあ最初はね、それもちょっと早くに、まあ早くというか、まあとりあえず乗り越えたいだったら、まあ先生は行くのは面倒だけど、乗り越えたいならこっちの動画をご覧ください。またはね、僕は当初気づいたのは、僕の一番の問題のは、自分の対人恐怖症の人と話す人は相手はなかった。つまり、まあ、当初はあまりその対人恐怖症は病気としてね、まだなかったということです。みんなはそれを認められなかったというのはね。でしかもね、もしあなたはこの精神病ともとで対人恐怖症だったら、もうあなたはすごくもうバカで、そのバカの、学校に入って、もうそこからね、もう人生が終わりというのもパターンがあったからこそ、僕はずっと黙ってたというのもあったんですけれども、もしあなたはその状態だったらね、誰でも話しかけないとし、特にね、こう、自分と同じ道を歩んで、その対人恐怖症を乗り越えてない人をね、話さなかったから、ものすごく難しかったですけれども、もしあなたはそうだったらね、僕に、僕もコーチングやってますね。もしよかったらね、概要欄で自分のリンクが貼ってるんで、そこにスケジューリングも可能ですけれども、または自分に直接に、まあコラムの方がいいですけれども、僕に直接にPM して、僕はまあ、あなたと、まあ、一緒に話しましょう、まあ、相談に乗りましょう。そしてやっぱり自分の輝きということですね。当初は僕は自分の輝きを本当に失ったというのもね、どちらかというと、まあ、自分が本当にやりたいことと自分がやらされるというのも差はすごくでかったからね。
でかかったからこそ、自分も嫌で嫌でそれやってたんですけども、学校もそうですね。当初の、まあ、今もそうですけども、教育システムなんですけれども、大体はね、みんなは一緒になるというか、まあ、平等ですけれども、その平等性はね、大体、まあ、5割以上の人にはあまり良くないというものは分かったんですけれども、昔の、アインシュタインも言ったんですけれども、あなたは、こう、魚の、飛ぶ能力をね、評判すると、その魚はバカにしか見えないということですね。でも、こういうことは、我々の、教育システムの中であるというのも、みんなにちゃんと分かりいただきたいということですね。そして、やっぱりね、こうやるからこそ何が起こるかというと、我々は、こういう関係の中でずっと揉めてる。自分をね、したいこととやらせるものと揉めてる。でも、例えばギール・ウィナチャックの人はね、昔の学校では一番最低の成績だった、もうほぼ F とか G とかね、その成績だったんだけど、彼はもう8歳から学校ではなくて自分のビジネスを成り立ってるというのは、最初は例えばね、普通のソーダとかを普通にリモネードとかね、あちこちに売ったりしたというのもあったんですけども、これは最初のからのビジネスだったんですね。で、しかも、まあ、自分の友達がそのビジネスを売るするうちにからは、街中でもう走り回って自転車で、で、そこで、ああ、この木はいいで、自分の看板もそこに立てられば、もうまだ、まあ、もう一つの視点はできるよって、すぐにこう考えた。自分はどうやって金を手に入れるというのをずっと考えたというのは彼で。で、彼はすごく成績は学校の成績が悪かったのに、現在は億万長者と言っても良いというの人なんですけれども、ものすごく世界中ですごくインフルエンサーの人の一人のインフルエンサーという人ですね。どうして彼そうになったかというと、彼は自分のパッションをずっと貫いてたということですね。でもし現在はあなたはその自分のパッションとかはね、あまりこうね、見つからないっていうかね、まあ、パッションやりたいことが多すぎるけど、あまりこの整頓できないというのはね、で、あなたに今ね、ちょっとリストアップしたいのは、最初はね、この紙を手に取って、でその紙で何が書くかというと、自分のね、今一番急いでる大至急のやつで、大至急のこの大物ね、あまりこう大きな夢だけど、あまり今のまでは自分の力じゃ足りないっていうのは、そこと、まあその中で、まあまあできるかもしれない。そして、まあ楽勝でできるよ。まあこれもやりたいけども、これも全然楽勝でできるよって。これを3つに分かれて、そして、最初はその楽勝のやつに自分のずっと集中する。でそこに集中したら、次のステップは、そこからね、例えば中に入って、中は完璧だったら大に入るっていうのことですね。このステップバイステップに自分の上がるっていうことですね。これはそのポイントです。で、そして3番目は、やっぱりそれをもうだんだん貫くというのは、みんなにやりたい、いただきたいと思います。では、レシピ皆さん、僕はこちらの動画、毎週と日曜日しますので、もしよかったら高評価登録と、シェアしてください。友達と恋人とか、ワンちゃんとニャンちゃんにもシェアしてください。そして僕はこっちのチャンネルだって、対人恐怖症対策、あと、まあ、自己啓発などをいろんなものをシェアしますので、もしよかったら、こちらの動画もご覧ください。次の動画で会いましょう。